始まりました。ウルトチャンネル。ハロー、タスケです。アホエナ。ずっと前から疑問だったピザのデリバリーあるじゃないですか。あのぐらい時間だったら自分が実際走ってピザ屋さんまで買いに行って戻ってくる方が早いんじゃないかな。題してデリバリーと自分が走って取りに行ったのとではどっちが早いか。よっしゃ。ここからドミノピザ屋さんまで、うん、ドミノピザ屋さんドミノピザまで徒歩7分、まあ、それをやる人と電話をかけてピザを頼む人、お店に行く人もお店についてお店で注文するってことですか。そうです。で、実際その口に入れるまでどっちが早いかってことなんだけど、ここでちょっと終わるのもあれなんで、そこからさらに M サイズのピザを全部食べきった方が勝負として勝ちにしようかな。なるほどね。実際どっちが早いの。めっちゃ微妙なラインだよね。ちょうどいいところにピザ屋さんがあるから、まあね、そこを選んだっていうのもあるけどね。デリバリーの方が早い気がするんだよ。でも7分だよ。ここ7分ってことは走って3分で着くんだよ。で、往復で6分でしょ。こういうのを考えたらむずっ。え、どっちだと思う。どっちって俺今膝故障してるから、決まってたじゃねえかよ最初から。決まってたか。引っ掛けて足捻挫しました。じゃあもう俺走るじゃん。走るかー。いやもう俺が走るよ。まあぶっちゃけ取り行った方が早いと思う俺は。デリバリーも30分以内とは言うけど近いからね。近ければ持ってくるのも早いの、うん、徒歩7分ってことはバイトだったら1、2分で着くから。マジか。だからいい勝負だと思う。勝負しよう。デリバリーでいいですね。じゃあ俺はもうお店行きます。準備はいいかな。もちろん OK よ。うんうん、よい、今から注文します。よいしょよいしょ。ここだっけ。もう一個だけよ。こっちだこっちだ。やべやべ、道間違った道間違った。電話かけます。こんにちは、次の下で受けたと。今朝の配達をお願いしたいんですけども、30分ほどでお届けいたしますが、よろしいですか。はい。疲れた。ピザ屋、ありました。赤信号やばい。電話以上でよろしいですか。はい。ちょっと待ってよ、やべえ。信号もったいない、結構早く着いたのに。お電話番号と名前お願いいたします。青になりました。青になりました。ドミノピザ着きました。ドミノデラックスを。はい、じゃあ30分ほどでお届けいたします。お願いします。ご注文ありがとうございます。はい、終わりました。注文するのに約3分かかってしまった。はい、やばい、15分かかるって。15分か、結構かかるな。俺が来た時ピザ作ってたんだ。それサスケのピザの可能性あるよ。大丈夫、ピザじゃなかった、サイドメニューだった。アドキングがもうお店に着いてる気がするんだよな。まだデリバリーの人は誰も出店してないんで、まだ向かってませんね。もしかしたら同タイムで出ればダッシュの方が早いかもしれない。30分か。走って3分でしょ、帰って3分、6分、作るのに10分、16分。やばい、デリバリーの人は準備してる。やばい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 。とりあえず待ちましょう。なんか一人デリバリーの人出てった。やべーやべー。目の前がね、信号なんで青のタイミングだったら最高なんですけどね。待ち時間。はい、ゲットしました。それと同時に今デリバリーの人が出発しました。これ行かないとやばい。青信号ラッキー。やばいやばい、心臓止まりそう。もう来てるのか。どうだ。よっしゃー、早っ、来やがった早っ。ここから食べるんですよ。で、20分ぐらい到着したんだ。20分で。うわ、すげえ。うわ、うまそうな匂い。いきますよ。オープン。うわ、うまそう。先に食べ終わった方が真の勝者でしょ。空気読んで。今は食えない。いただきます。最高。うわ、まだ来ないか。圧勝じゃん、圧勝じゃん、これ。比較的に大丈夫。あ、来た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 。よし、はい、来ました、はい、来ました、はい、来ました。来た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 。いただきます。あ、めっちゃ来ました。私、うまっ。早いな。自腹切れるね。はい、あと2人でー。
ですよ。でもなかったで、まだ口入ってる。してるし、まじ口入ってない。嘘ついてた。というわけで、検証結果はですね、走って取りに行く方が早いでした。徒歩7分というね、環境にもよるんですけども、お店までの距離でね、うん、変わりますけど、ぜひ参考にしてみてください。ね、食べるとこまでの競技に関しましては、ほぼドローという。いや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 、勝ったよ、勝った、勝ったんだけど、勝ったんだけど、ほぼドロー。それではこの動画が面白いと思った方は、チャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。はい、それではまた、マウンテンデュー飲みたい。俺はコーラ。もしも自分の部屋がトイレになってたら。めっちゃいい匂い。疲れた。いい匂い。食べたい。